はいどうも、さとちゅんチャンネルです。今回はこちら、こちらのキックスケーターをご提供いただきましたので紹介したいと思います。ね、このキックスケーターの特徴なんですけれども、ハンドルの高さがね、3段階ですね、高さを変えることができますので、まあ大人からね、子供まで乗ることができます。で、あとね、キックスケーターって割とタイヤがちっちゃいんだけど、これね、まあ結構、大きめのサイズになってるんで、段差の乗り換えとか、乗り越えとかがね、だいぶ楽になってるというのが特徴ですね。で、あとは、まあ横にね、このようにスタンドがついてますので、こうやってね、立てかけておけるというところですね。まあたまにこれ、スタンドがついてないやつがあるんでね、そういうやつだとね、こうやって、地面にこうやってこう寝転がさなきゃいけないんです。まあそのあたりが不便なんですけども、このね、サイドスタンドもついてますよというところがちょっと一つポイントかなと思います。ね、後ろはね、ドラムブレーキっていうのかな。この、なんていうの、フェンダーを足で押すことでタイヤに押し付けてね、ブレーキが効く構造になってます。あと軸受けはね、ベアリングがついてて、これがまあスムーズに回るようになってるんですね。まあ、折りたたむとね、非常にコンパクトになりますし、自転車よりもね、すごい軽いです。なのでね、まあ、このキックスケーターは、まあ、袋に詰め込んで、まあ、電車移動でね、移動して、まあ、その先のね、いろんな場所に行くのに、まあ、こういうのが一個あれば便利かなと思いました。一つね、一回こう蹴り出すだけでも、すごく進む量が多いんですね。なので、まあ、歩くよりは楽かな、といった感じです。ただね、結構体力使いますんで、夏はね、汗だくになっちゃうかもしれない。ちなみにですね、キックスケーターは、道路交通法では、あくまでね、優遇扱いになります。自転車とかと違ってね、軽車両にはならないんですね。なので、一応、なんていうの、公道というか、歩道をね、走ることができるんですよ。ただ、あくまで優遇扱いなんですよね。だから、スケートなんかと同じですね。ローラースケートなんかと同じなので、人混みの中ではね、まあ、安全のために、まあ、走らないでねというものになってます。で、場所によってはね、キックスケーター禁止の公園なんかもあるんで、まあ、それはね、それぞれの、場所のルールに応じてね、まあ、使ったり使わなかったり、していただければと思います。はい、そのあたりご注意いただければなと思いますね。まあ、このね、スケーターに関する情報は動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。